動画撮ってる場合ですよ。ほんま、それどころちゃいまんねん。ほんまに偉いことですねんけど、見てほしいだけ。そんな中でもこのおっさん何するんかやからね。もうほんまの残りも、要は冷蔵庫の残りもんでやりまんねんとかありますやん。ほんまそうなんですけど、これね、炒め野菜セット。これね、もうだいぶ火立ってまんねん。これ昨日までね、パンパンに膨れてましてん。野菜がなんでそんな発酵すんのよ、これパンパンやったけど、今日なんか、しょぼーってなったんだよね。わけわかれへん。わけわかめ。からの、イカバター。イカのバター焼き。200円で元ね、なんぼやねん。あ、400円。からの、豚肉の残り。これね、豚肉の残り。からの、もやしの残り。はい、これ全部いきます。いきます、いきます。からの焼酎、うっす。これね、スーパーから元気ですね、ほんまに。だからほんま見てもらうだけね、だからほんま見てもらうだけですわ。ちょっとだけよみたいな、ちょっとだけねみたいな。多分ね、これ作ってもね、絶対美味しないんですよ。それは何となく分かるんですよ。これね、何回かも最近失敗したんですよ。適当にこんなん炒めてね、こうあんまり美味しなくてね、で、量だけ多くてね、あーみたいな。だけどね、やっちゃうんですよ、僕は。そんなこと、これは肉色変わっとる。ほんまに。豚肉だけは火つけなさいよ。うちのお袋の遺言ね。豚肉だけは火つけんとお腹壊すよ。遺言書。でね、これがなんかわけのわからん。イカのバター醤油、これを混ぜますわ。その前にこの子にバリつけとこう。塩少なめ。いや、多いやん。血圧高いおっさん。これに、バラバラで焼いた方がいいかな。バラバラで焼いた方が絶対いいね。けども行っちゃおう、男や。これに男が惚れてっていうかね、ほんまにそのいろいろありすぎプラスね、そのいろんなもんが崩れ落ちてきて、崩れ落ちるし、その、人生のあれが崩れ落ちるのはもう崩れ落ちとんやけどね、家の中のね、荷物がもう崩れ落ちてばっかりでね、それもショックでね、ほんまに。うわ、絶対これ単品のうまいわ、イカ、バター焼き。これはこれだけにしようか。これはこれだけにして、野菜は野菜だけ炒めようか。の方が絶対正解やね。絶対正解や。そうしよう。っていうか野菜炒め別に食べてないわ。あ、ソーセージ切っとこう。ソーセージでやる。ほな絶対うまいわ。これ炒まってるんかな。どこまで、あ、イカのええ匂い。イカのええ匂い。これね、関西名物、ポールウインナー。ポールウインナー。皮なし。
これね、関東の人は知れへんのね、ポールウィンナー。もう大阪では超有名。私らのほんまちっこい時からあるからね。これを追いつないスープはないですよ。で、こうでしょ？んで、これを、もう板焼けとんかね。これを、おんぼろに切って、で、野菜炒めすると。今、おいしいと。多分ね。っていうか、イカは焼けた？焼けとんかな？焼けてます？鍋よりかフライパンえらいことになってるんで、いただきます。うん、焼けてる、うまい。うまい。イカうまい。んで、これはこれでもう置いといて、また違う鍋でこれでいきましょうか。これで火つけて、から油引いて、平こいで、んで、中火にして、で、この子を全部入れて、んで、落ちてんのを入れて、んで、包丁危ないからこうして、で、お酒呼ばれて、これね、ほんまね、昨日までパンパン、この前のあの、漬物みたいにパンパンやったんですよ。おかしいね、野菜でそんな発酵するかな、思って。どういうことやったのね。わきわかめ。多分大丈夫。あ、これ、洗おうか。洗わんでいいって書いてるけど、洗おう。洗わんでって書いてんのをこのまま洗わずに使います。それを洗うんですよ。でね、健康な人が言うてはった、それを洗いなさいってね。これもやしも洗わずそのままいけますって書いてますね。それを洗うんですよ。洗わんでええように何を使ってるかわからんって言うんですよ、その人はね。洗わんでように 何の洗剤だなってるかわからんやん、言うてね。これを洗うことによって、その人はね、すごい体でね、健康でいてありますね。なるほどと。そこはね、納得してね。はい。で、ここに。はい、んで、塩コショウ、塩コショウ、塩コショウ、仕上げはあれいきますわ、赤いカンカンが。はい、よし、こんな要素入らんし、これ
あのね、今私の身に降りかかってる話ね、もうちょっとほんまゆっくり話すからまた聞いてください。えげつないですよ。いただきます。うまっ。イカうまっていうか、ちょっと半焼け。うまっ。んがちょっと半焼け。辛い。ほんまね、ほんまこんな臭いのはおませんで、ほんまに。いつごった。で、あれ入れましょうか。秘密兵器。仕上げは、仕上げはウェイパー。この少なめのとこ、辛い。っていうか、こんなに入れへんし。こんなに入れへん。これはもう明日呼ばれようか。ほっほっ、うん、飛んだ。ほっほっ飛んだ。これはね、一人だろ。よしよし。はい、ちょっともう一人反省しときますわ。はい、大きにご清聴ありがとうございました。いつもすみません。また近況報告できればさせてもらいます。はい、すみません。失礼します。チャンネル登録してね。もしまた見たのを思ってくれはる人はね、チャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、鈴マークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしゅう頼みます。バイならバイチャー。